こんにちは、ドクターネックスです。昨日の動画ですね、激突死神軍団、軍団だっけ、軍団、結構なんか難しいという声が上がってますね。とりあえず初見で、まあゴリパンチでやられましたけど、まあサクッといけまして、おそらくね、ここも技だから多分ね、一号でやら楽勝だと思うんですよね。あ、音が、ちょっと待って、はい、行きます。ガチャチケットは、まあ、全部終わってから回そうかなと思います。さてまあ力の感じだと最終ステージだけきついかなぐらいで、1、2は楽だと思うんですよね。で、ボスが、死神であれば、月牙伝承効かないなんてことはないんで。さっさと始めようぜ。ああ、危ない危ない。あと、昨日もやってたんですけど、短縮になるかどうか、あ、待って、ここは弱すぎて、もし、攻撃を3段でやめて、相手を転ばせずに攻撃を継続するっていうのをやったりするんですよね、僕は。まあ、それで、果たしてどれほどタイムが縮まるかっていうのは、ちょっとわかんないですけど。まあでも、失礼ながら喉が、おそらくなんですけど、相手を転ばさない方が攻撃が継続できていいんじゃないかなと思うんですけどね。あ、ちなみにこのイチゴやる気ないイチゴなんで、アクセサリーはカラクラザウォッチとかお金アップとかつけてます。野賀さん、創業の断り。で、以前動画で一回紹介したんだけど、月牙の当て方、以前は紹介したのはオートにして突っ込むといいよっていうふうに言ったんですけど、まあ、今やってるのは、その動画で突っ込まれたんですけども、攻撃してから一段当ててから、月が打つとちょうど軸が合いますよということだったので試したんですよ。確かにそうだったんですよね。なのでオートを使わずにプレイしたいという方に対しても、近づいて一回切りつけてから必殺技を押すと軸がしっかりやって多段ヒットします。できれば壁際、できれば密着で当てると、最大難易度を数えたことないんですけどね、かなり減りますね。しかもこの感じだと必ずボスのとこにボムが置いてあるんで、まあ、2回必殺技を打てますよね。それ考えると凍結系の1人入れててもいいかなと思うんです。本当にきちいっていうところは、凍結は麻痺で相手の動きを封じて攻めてくれるのもありかなと思う。これさ、マップ一緒でやる気ないだろ。あ、そうか、忘れてた。あと、さっきアクセサリーの紹介をしたんですけど、リンクを紹介してませんでしたね。これはね、昨日もこれやってたんだけど、3段当てて、ちょっと待つと、後ろにバックステップするんですよ。だから追っかけて、切りつけるっていう。リンクが紹介できないけど、リンクは今、通常攻撃 20% アップ。あ、食らってしまった。
と、強攻撃 20% アップしたっていう、なんか超攻撃特化で、まあいけるでしょうみたいな感じで。まあ通常20と16でもいいかもしれないんですけどね、僕めんどくさがりで今通常ばっかりやってるんで。やべやべ、そろそろやべ、やべやべやべ、危ねえってばよ。またボスダメージ食らえないパターンだな。星4のウハンさんかな、ダッコラウハン。ガカを倒してからだな。爆動の62キャップランカン。あーダメだった。まあ大丈夫でしょう、4分以内は。最後結構ちゃんとやんないときついよ。どうしようかな、アクセサリーをちゃんとつけるか。まあなんかかっこつかないのもあれだし、時間内に収めたいし。じゃあ力で今普段ヤマジーがね装備してるんですけど、僕のメインは。リンクはどうしようかな。安定なのはまあまあ安定でいくか。回復1個つけといた方が。平均的に強攻撃も通常も攻撃も上げて、移動時に回復もして、これならいけるっしょ。で若干ナメップなのはイチゴ一人でいってるとこかな。でもいけると思うんだけどな。なんか根拠のない自信だけど、しっかり避けてれば。ボスによるかな、正直。ボスですげえダメージ食らうと、イチゴ死んで、イチゴ死ぬと、もうこいつら他攻撃できないから、やられるっていうパターンもあるかもしれないけどね。でさっきまでは強攻撃であんま使ってなかったんですけど、まあ、しっかりやるんであれば、まあ、イチゴはねクールタイム短縮がついてるから、やっぱ強攻撃どんどん切っちゃっていいと思いますね。さっきもそうだったんだけど、やっぱ毒とかね、やけどとかの割合ダメージが意外にでかいんで、
なるべく食らわずに、ゆっくりそばから食らってる。嫌だわこいつら。こういう時は、なるべく2体一緒にって言おうとしてたのに、遅かった。遅い、違う、なんかダウンさせる予定じゃなかったのになって。こいつらがめんどくせえな。また出てくるし、あー上脳で巻きったらやばかった。これはめんどくさいね。しかも当たってなかったし、これ初見きついな。めんどくさい。ボス。マユリ。マユリは。すげえラグってる、すげえラグってる。どっちも自分が見える。避けとく。私の新薬の被験体になってもらおうかな。避けて正面に行きたいな。避けた。ああ外してる。すごい隙があるな、前よりは。さあどうだ。はい、オッケー。343、まあ、決して安全圏かと言われるとそうではないですが、星2って。はい、とりあえず今回も1人のみでいけました。まあ力で、そうね、マジとかでもいけるのかな。とりあえずね、やっぱ力はイチゴが月火テンションがすごい入るんでいいんじゃないかなと思います。昨日の速度だったら、そうだな、あ、そうか、力だったらあれだわ、共闘の室外でもよかったかもしれない。でまた凍らせて相手に何もさせずに倒すっていうのもよかったかもしれませんね。まあ手持ちで、まあ、他のキャラでやってくれっていうリクエストがあればまたやってみたいと思いますけど、とりあえずはまあまあ力、ノーマルハードベリーハードをサクサクっと増やしてみました。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。